オデオン座は、セーヌ川左岸、パリ6区に立つ、新古典主義建築の国立劇場である。旧コンデ館。座席数約1000。1782年、コメディ・フランセーズ劇団の劇場として開場した。衛星写真に見るとおり、街路を隔て、リュクサンブール庭園の北に隣接する。この劇場は、歴史の波まで、いろいろ名前を変えている。王立劇団コメディ、フランセーズの劇場として、1779年5月、着工、1782年4月9日、ルイ16世の王妃マリー・アントワネット臨席のもとに、開場した。フランス座を称した。1789年、フランス革命直前、国民劇場と改名した。1791年、革新派の俳優らが去った。1793年、平等劇場、マラー支部とした。1794年、一時閉鎖された。1796年、オデオン座を名乗った。1799年3月18日の火災を機に革新派と仲直りし、コメディ・フランセーズ劇団は、ウガンのパレ・ロワイヤルの劇場に合体した。と、座間俳優の一部は残留した。1807年6月15日、ナポレオン皇帝の資金で復旧された。皇后専用の趣旨で、名称は皇后劇場であった。1818年5月20日、ルイ18世時代にまた燃え、再建後の1819年、コメディ・フランセーズの第2劇場、第2フランス座に指定された。1830年、7月革命では、革命派市民の拠点にされた。革命後公的補助が廃され、貸し小屋となり、乗り合い劇場のあだ名がついた。1848年の2月革命の余波で破産し、一旦閉鎖した。1866年、ナポレオン3世時代、コメディ・フランセーズを抜けたサラ・ベルナールが1872年までオデオン座で公演した。1870年、パリがプロイセン軍に包囲された時は、負傷者の収容所になった。1892年、第三共和制時代に劇場が国に返還された。1906年、再び第二フランス座となった。第二次世界大戦中、1940年から1944年の非占領期には、ドイツ軍が駐在した時期もあった。戦後の1946年2月27日の政令で、コメディ・フランセーズの第二劇場とされた。ウガン・パレ・ロワイヤルの第一劇場は、リシュリュー館、左岸のオデオン座は、リュクサンブール館と呼び分けられ、新旧、内外など、両館の演目が区分された。1959年、ド・ゴール大統領の時代、文化省マルローが、オデオン座をコメディ・フランセーズから離し、フランス劇場と名付け、ジャン・ルイ・バローとマドレーヌ・ルノーとの、ルノー・バロー劇団に預けた。1967年1月、実験的な小劇場、プティオデオンを併設した。1968年5月革命の学生らにオデオン座を明け渡した角でバローがマルローに罷免され、劇場は1971年ポンピドゥ大統領の時代にコメディ・フランセーズの管轄下に戻って国立オデオン劇場を称し、内外の演劇の進歩に努める定めになった。1983年ミッテラン大統領の時代に欧州共同体から欧州連合への機運の中で、ヨーロッパ劇場の催しをはじめ、従来からの演目の上演と各国の劇団の公演とを両立させた。1990年、コメディ・フランセーズから離れ、全くのヨーロッパ劇場となった。諸国の劇団や演出家が上演し合う劇場である。1995年、演劇図書館、ジャン・ルイ・バロー文庫を開設した。劇場は頻繁に修理を重ねられてきた。2007年5月から2012年3月までオリビエ・ピーが支配人を務めた。ありがとうございます。